投資の救世主ゆかお姉さんだよ。はるひです。はるひくんは上がるか下がるかの博打をやめたいわけよね。うん、そうだね。 95% の確率で値動きが分かるとしたらどうする？そんなの絶対使うじゃん。でしょ、そうでしょ。こんな風に大きく動くときに先読みできたらいいよね。うん、でも本当に分かるようになるの？じゃあ実際に見てみましょう。キスタリア、レトイデ、キルハ。おお、なんだか久々に聞いた。分かりやすいように拡大するわね。はい、これで見やすくなったわね。うん、なんだかモヤみたいなのが出てるけど、これは？これはボリンジャーバンドっていうものよ。株価の上下の幅を分かりやすく示してくれてるの。うん、つまりこれで確率が分かるってこと？その通り。まず真ん中に黄緑の線があるでしょ。それが移動平均線ね。そこを中心に上下に3つの線があるの分かる？水色、オレンジ、赤と3段階になってるね。そう、それぞれ順に 68.3%、95.4%、99.7% となっているので色が違うの。それぞれがこの確率でこの範囲内に収まることを示しているのよ。それが分かったとして何を見れば？一番よく使うのが 95.4% のラインなので、それだけにするね。はい、こんな感じ。このグレーの範囲で推移する確率が 95.4% って考えてね。あー、確かにほとんどがこの範囲に収まってるね。でもここはちょっと外にはみ出てるよ。いいところに気がついたわね。逆にバンドの外にはみ出る確率ってどのくらいかわかる？ってことは 5% くらい？そう、正確には 4.6% ね。つまりバンドの中に跳ね返される確率の方が圧倒的に高いってわけ。あ、なるほど。つまり高値圏でバンドにタッチしたら高確率で下方向に跳ね返されるの。だから逆張りのチャンスで売り時ってわけなのよ。そういうことか。逆にこっちの方は安値圏でバンドにタッチしているでしょ。だから高確率で上方向に跳ね返されると予測して買い時と判断できるの。そういうことか。でも上がった後に下落しちゃってるよ。そうね、注意してほしいのはあくまでもバンドの範囲にいる確率ってところなの。だからその中でどれくらい跳ね返されるかはわからないの。ただがっかりしないでね。どういうこと？見るべきなのはここ、移動平均線に戻っていくっていうことなのよ。あー、なるほど、そう見るのか。あとここみたいにバンドにタッチしてしばらくそれが続いている時もあるのね。なんか上昇していきそうだね。そう、こういう時は順張りで買い時のチャンスなの。ちなみにさっき見ていたのはここ。うわー、すっごい上がってる。こことここってバンドの境界線に沿ってずっと動いてるでしょ。これをバンドウォークっていうの。へー、ボリンジャーバンドに沿って歩いてるってことだね。さあ、これが継続しているときは強い上昇トレンドを意味するわ。あと見ておくべきところはここみたいに大きく膨らむときね。熱くなっているように見えるね。ここからバンドが収束するとレンジ相場になる可能性があるって考えるといいわ。レンジ相場って値動きの幅が一定になる相場だよね。そういうこと。じゃあ今日のおさらいよ。高値圏でバンドにタッチしたときは売り時、安値圏でバンドにタッチしたときは買い時、安値圏でバンドウォークしたときは下落トレンドが強いってことだから売り時、高値圏でバンドウォークしたときは上昇トレンドが強いってことだから買い時。その通り。じゃあメリットとデメリットを整理するわね。トレンドの有無だけでなく強弱まで把握できるっていうのがメリットね。わかりやすいのはありがたいね。いくら 99% といっても 1% が起こる可能性はある。つまり確率を元にしたものだからあくまで参考にね。はい、みんなも気をつけようね。それじゃまた次回。最後にゆかお姉さんからの復習問題ね。今日習ったのは何だったかな。正解はこちら。忘れた人は何回も見直そう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。